どうも、マリです。今回はですね、まあ生き物はあんまり関係ないんですけども、事務所に入って良かったことと悪かったことみたいなことをね、お話ししたいなと思います。そう、まあ知ってる方も知らない方もいるかもしれないんですけども、実はね、キーというね、YouTuber 事務所に所属しております。もともと仲良かったね、渥美拓磨さんっていうね、釣り系の YouTuber の方にお誘いいただきまして、もう多分1年半ぐらい前かな、からキーに所属しておりまして、まあそこでね、入った結果、良かったこと、悪かったこと。したいと思うんですけれども、まず良かったことで言うと、第一にまあ案件がもらえるってことですよね。正直 YouTuber がまあ事務所に入る目的の一番がそれなんじゃないかなと思うんですけど、なんかこう商品紹介とか施設の紹介とかね、案件をもらってお金をちょっとねもらったりできるんじゃないかなっていうのもあって事務所に入ったんですけども、実際ね俺もねいくつかね、事務所を通して案件をいただいてお金をねいただいたりもしましたけどね、まあぶっちゃけあんまりそんなにないですね。ジャンルによると思うんですけど、俺のジャンルって爬虫類とかね、生き物を飼育してる系って結構特殊で、企業さんがあんまり YouTuber に案件を出してないっぽいんですよね、業界全体で。だから俺も今までもらった案件は本当にちょっとしかなくて、結構商品紹介するたびにこれ案件やろみたいなコメント来たりするんですけど、ほぼほぼ案件じゃないっすね。普通に動画撮ってるだけ。とはいえね、事務所に所属する前はほぼなかったものが、まあ、事務所に所属してからね、ちらほら来るようになったんで、それはね、ないよりはいいんでね、明確なメリットですね。ちょっと前出させていただきました、チャンネルワニのやばい爬虫類&両生類図鑑っていうね、本とかも出版社さんから事務所の方に話がいって、そっから俺に来たっていう感じなんで、事務所に入ってなかったらあの本とかもなかったですからね。ありがたいですね。今後ね、案件が増えたらいいなと思ってます。で、第2に、グッズを展開してくれるってことですね。俺はまだ事務所でグッズを展開してはいないんですけれども、他のね、気まぐれクックさんとかガードマンさんとかね、そのあたり大手の YouTuber さんはね、グッズを事務所を通して、出してるんですけども、やっぱその商品の準備とかね、発送とかなんかそういう販売のいろいろをね、事務所の方でやってくれるっていうのは楽ですよね。俺も以前ね、自分でちょっとグッズを作って販売とかしてたんですけど、まあ自分で売ったり作ったりするのはめんどくさいし、自分で在庫抱えて売れなかったらリスクになるじゃないですか。そういうのを全部ね、事務所が請け負ってくれるっていうのは楽だと思います。特にね、気まぐれクックさんとかね、ぐらいの YouTuber になるとね、毎日忙しくてそんなグッズをどうこうしてる暇なんてないと思うんで、そういうのはもうやっぱね、事務所にお任せしたいですよね。俺もそのうちね、グッズを事務所通して出したいと思ってますので、ぜひ皆さん。第3にね、メディアから連絡が来るってとこですかね。今のところ俺はテレビ出演は事務所通して、ね、したことはないんですけれども、テレビに映像を提供してくださいみたいな連絡はよく来て、チャンネルワニ提供みたいな感じでね、テレビで映像を使っていただいたりとか、あと雑誌の取材とかはね、事務所通して来ましたね。今後ね、なんかテレビ出演とかもね、来たらいいんですけどね、今のところないですね。やっぱりテレビ局とか雑誌の会社とかも個人の YouTuber にいちいち声かけるよりも事務所にね、なんかこういう YouTuber いませんかみたいな感じで声かけた方がね、いろいろ楽だと思うんで、多分事務所に所属してる方がそういうのに声かかりやすいと思うんですよね。そういう観点からもね、事務所に入るっていうのはね、メリットありますね。4つ目がね、マネージャーさんがついていろいろサポートしてくれるってとこですね。YouTuber 1人につき1人とかじゃないんですけども、俺にもね、マネージャーさんがついてくれてまして、例えばね、施設に訪問して撮影したいなって思った時、その施設へのアポ取りとかをね、結構やってくれてて、電話1本かけりゃ済む話なんですけどね、そういうのってなかなか忙しい時はね、億劫になっちゃったりするんで、マネージャーさんにね、お願いできると非常に楽ですね。まあアポ取りだけじゃなくてね、他にもいろいろサポートしてくれるみたいなんですけども、あんまりまあ世話かけちゃ悪いなと思って、ね、俺はあんまりそこまでお願いはしてないんですけど、なんかいろいろね、サポートしてもらえるみたいです。あとはね、仲間ができるってのも結構でかいですね。俺が事務所に入った大きな理由の一つがね、それでもあるんですけども、やっぱ YouTuber って YouTube だけで暮らしてると、会社の同僚とか、まあ、会社の仲間がいないですよね。特に俺みたいに一人で活動してる YouTuber だと、自分と同じ立場の仲間ってのはなかなかできないんで、そういうのがね、事務所に入って同じ話題を共有できる仲間ができるっていうのがね、魅力だと思いますね。あとまあ俗っぽいこと言うと、大手の YouTuber さんとかに会えるとかありますね。事務所の集まりがまあ年に2回とかありまして、まあ、グックさんとかガードマンさんとかブライアンさんとかね、来て一緒に写真撮らせてもらったりとかもしまして、そういった方たちとね、会えるっていうのは、まあなかなか、やっぱ嬉しいもんですね。で、逆に悪かった点なんですけども、うちの事務所はね、そんなに悪いことがないんですよね。そう、他にもなんか事務所っていろいろあるじゃないですか。で、結構他の事務所だと、その YouTube の収益の何割かをね、取られるみたいな話あるんですけども、うちの事務所は 0% なんですよ。どうやって稼いでんだって思うんですけど、一応その案件とかが来た時に、その案件からはちょっとね、手数料というか中抜きはしてるみたいなんですけども、それだけで、そんなたくさんのマネージャーさん雇って元取れてんのかって俺も思うぐらい、全然お金取られずにサポートめっちゃしてくれるんですよね。謎なんですよね。だから他の事務所で言えば、その収益が何パー取られるかっていうので、デメリットはあると思います。例えばほら、収益の 20% 取られるとしたら、月100万稼いだら20万取られるじゃないですか。年間で言ったら240万取られる。いくらなんかサポートしてくれたりするとしても、年間240万も払うだけの恩恵を得られるのかっていうと、
いられねえんじゃねえかなと思うんですよね。事務所入るときはね、キーいいっすよ。で、まあデメリットね、あんまりないんですけども、強いて言うならば、やっぱその事務所を通さずにお仕事ができないっていうのはありますよね。例えばね、企業さんから、ワニさんこの商品お金払うんで紹介してくれませんかってね、直接言われたとしても、事務所を通してください。なるんですよね。でも、まあ事務所に所属する前から付き合いのあった企業さんとは、そのままね、事務所を通さずに付き合わせてくださいって言ったらね、そうさせてもらえたんで、その事務所入ってから来た企業さんで、ほぼまあやっぱ事務所経由なんで、そこまでのデメリットではないですね。で、あとまあやっぱ勝手にグッズ作っちゃいけないとかありますけども、まあグッズ作るのも大変なんで、別になんか自分でやろうと思わないし、作るときは事務所にお願いしようかなと思ってるんで、それもなんかそこまでのデメリットではないですね。他の事務所わかんないですけど、キーは少なくとも事務所に入ったからってなんか縛りとかも特にないんですよ。全然他の事務所の人ともコラボするし、何やんないでくださいみたいなのもほぼ言われたことないですね。まあ、それはなんかもちろんね、明らかにモラルに反してるような動画を上げようとしたら言われるかもしれないですけど、そもそも YouTube の規約でそういうのやんないからね。強いて言うなら、ものすごいサポートとかしてもらっていい思いしてんのに、俺はあんまり案件が来ないんで、それでも見返りを返せてないのに、こんなサポートしてもらっていいんだろうかってちょっと思っちゃう。そういうところくらいですかね。あと YouTube についていろいろ教えてくれるっていうところですかね。どうやったら伸びるかみたいなアドバイスはもちろんしてくれるんですけども、 YouTube 規約が変わったんでこの日からこうなりますよとか、そういうのもね教えてくれるんですよ。そういう情報なんかいちいちチェックするの大変じゃないですか。そういう結構大きな変化とかがあった時にね、教えてもらえるっていうのはね便利ですね。あと YouTuber として活動していく上で必要なね人材を紹介してくれるっていう感じですかね。編集マンとか、あと英語の字幕入れるんだったらその英語字幕入れる人とか、弁護士とか税理士とかね、そういうのもね言えば紹介してもらえるんで、特にその YouTuber 事務所が紹介してくれる税理士弁護士とかだったらね、 YouTuber 関係の案件に詳しい人だと思うんで間違いないですよね。っていう感じですかね。なんかほぼなんかもう事務所の宣伝みたいな感じになっちゃいましたけども、本当にねほとんどデメリットがなくて、ね、すごいお世話になってるんで、いいとこです。みんなも事務所入るならキー入ろうぜ。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。